KS-23 は1970年代にソビエト連邦で開発された三弾銃である。なお、一般的な三弾銃とは異なり KS-23 の重心にはライフリングが切られているため、ロシア連邦軍等の運用組織においては特殊作戦向けカービン銃として規定されている。KS-23 は刑務所での待望同様銃器としてソビエト。 連邦内務省の要請を受けた12委託マッシュによって開発された。計画自体は1971年から開始されたが、開発の行き詰まりから実際に製造されたのは、設計開始から10年後の1981年になってからであった。KS-23 は1985年頃から内務省の管轄する部隊によって正式採用され、 1990年代には、KS-23 億内での近距離戦闘を考慮した使用への改良研究が開始された。その結果、KS-23M と KS-23K の2種類のプロトタイプが開発されたが、現段階では主に KS-23M が配備されている。現在も依然として、 ロシア連邦の法執行機関で、KS-23 と KS-23M の両方が運用されており、他にも旧ソ連構成国や東側諸国の一部でも KS-23 が現役として運用されている。なお、KS-23 1丁あたりの製造コストや、 現在の製造状況等は不明であるが、製造時期については少なくとも1998年頃までは製造されていたとみられる。KS-23 の基本的な構造は、従来のポンプアクション式散弾銃と大きく、かけ離れてはいないものの、23mm の大口径を有するという特徴があり、これはアメリカが収国基準での6.27ゲージ。 現行ヨーロッパ基準での4ゲージに相当する。この重心は GSH-23 機関法用重心の製造過程で発生した不良品を流用したものであるが、3段の発射を想定した際の強度としては十分な水準を保っているという判断から使用が決定された。KS-23 は想定される様々な戦況に対応するため、 複数の専用弾が開発された。一覧は以下の通りである。ありがとうございます。